レストラン、レストラン、レストランに行きたい。明日どこかの交差点でひき逃げされちゃうかも。レストラン、レストラン、レストランに行きたい。トゥ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 タロットさんとソニックさんでお送りするタロットさんとソニックさんのタロット番組ですよ。まあそんな感じでですね、まあレストランね、行ってきました。行ってみようかのお店、そうですね、まあ、ソニックさんですね、もう日本に行ってきたんでね、もういろんなレストラン行きました。レストランというか居酒屋居酒屋行きました。あ、もうちょ、もうちょ、あれです、皆さんあれですよ、キャンディ姉さんとソニックさんあれですよ、カラオケ行きましたからね、しか2人カラオケなんですけどね、今日のお題入りましょう。バーン、バーン、バーン、10月のあなた NOW。 そうですね、普通はですね、9月の末にねやっとけるのが10月のあなたってやつなんですけどね、もう今回はですね、もう NOW。 そうなんですよ、10月のあなたのね変化ではなくですね、もう10月のあなた、今一体あなたはどんな立ち位置にいるのか、これをですね、あれですよ、ね、切り開くナイフスプレッドでですね、今日はですね、6択で行ってみます。こんな感じですね、行ってみましょう。そうですね、そうですね、まあね、1,2,3,4,5,6、ですね、もう早速行っちゃいますよ、今日はですね、もう早速行っちゃいます、早速行っちゃいますってことは、これ変わるか、バーン。そうですね、リツくんは猫さん、ごめんな、早速行かなくて、リツくんは猫さんでね、チャンネル登録よろしくね、もうリツくん、かわいいで、うちのかわいいレツくん、リツくんを見てくれや、な感じですな。うん、猫動画始めましたね、チャンネル登録お願いします。よし、行きましょう。じゃあね、1,2,3,4,5,6、1がですな、リスリス、2番がですな、ウサウサ、3番がワンワン、でね、これはですね、クマクマですね、4番クマクマ。で、5がですね、猫ですな。で、6つ目がゾウさんです。こんな感じですね、今日はね、6択。もう6択でいきましょう。まあね、なんでしょうね。なんかメインチャンネルなんでね、ほら、メインチャンネル、あれじゃないですか、まあ、ね、ソニックさんの、ね、まあ、常連チャットの人たちがもう、あれしか出さないじゃないですか。魅力的な厄介者とか、話を聞くだけで何もしない男性とか、あればっかりじゃないですか。だからですね、ちょっとね、6個作りゃ、まあ、いろんなバリエーションができるだろうということでですね、まあ、ちょっと見てみましょうね。こんな感じですね。1,2,3,4,5,6 ですね。はいはいはい。いきますよ、これがですな。うん。さあ、じゃあまずですね、一発目です。一発目入りましょう。うん。さてさてね、切り開くナイフ。まあまあまあ楽しいですわ、これは。よし、行きましょう。一番ですね。これがですね。で。そうですね。あと最後にもあれですよ。ちゃんとバルちゃんはないですよ。魚眼ちゃんタイムありますからね。大丈夫ですよ。ソニックさんですね。なんか本当にね、あれですね。動画とか、ちょっとブランク入ると危ないですね。多分2ヶ月やったら私現役戻れないんじゃないですか、これ。やっぱそんなに休んじゃダメですよ。タロット占い師とか、常に占い続けてないと。日本でもずっと占ってましたけどね。友達とかを。はい。なんでしょうね。まあそんな感じですよ。はいはい。行きましょう。ではね、なんか一発。もう10月のあなた、NOW! そうですね。切り開くナイフ。そうなんですよ。タロットね。ソニックさんはね、実はこのスプレッドに出会いたかった。なぁ、もうやっとね、自分の、なんですか、出会いたかった、なんかスプレッドに出会えたって感じなんですけどね。まあなんでしょうね。うん。結構ほら、なんか将来はどうですかとかさ、なんか、あるじゃないですかね、将来結婚と言いますから。そうじゃないんだよ、やっぱ結局は人間って今しかないからさ、そうすると今は何、そこをですね、切り開くナイフ、もう今だけをガッて切り取ることによって、もうですよ、もうかね、もう酸いも甘いも分かりますよ、こんな感じですね。はいはい、もう行きましょう、こんな感じですね。はいはいはい、もうですね、これですね、行ってみましょう。切り開くナイフ、うーい、ちょっとね、なんで切り直してるかって、ね、手の中で暴れましたカードがですね、残念ながらね、だから1を選んだ方は多分ですね、あれですよ、結構ね、問題あるかもしれませんよ。はい、行きましょう。はい、じゃあですね、もう切り開くナイフ、もうあなたが今何なのか、今何なのかですよ。おっと、ダメですね。カード暴れてますね。すいません。何回もやり直して。申し訳ないです。しょうがないです。しょうがないです。ソニックさんのところでは、もうジャンピングカードないんで。ジャンピングカードは切り直しルールなんでね。あれですよ。うん、まずいですね。まあ、ソニックさんの、あれですね。この、だからもう、折れてるカードがちょっと今ダメージを受けましたね。まずいですね。ゆっくり行きましょう。これですね。そうね。うん。まあまあまあね。さあ行ってみましょうか、これね。はいはいはい。よし、行きましょう。ね、10月のあなた、NOW。行きましょう。これがですね、うん。まずですな、どうにもできないことってあるじゃないですか。どうにもできないこと。まずこれがどうにもできないことです。いいですか？まずね、10月のあなた、どうにもできないこと。ね、これはですね、バーン、収穫予定があり。
なんか収穫今できないんですよ。これが置かれている状況です。いいですか。まずこれが、どうにもできないことね、うん、収穫予定あり、それに対してあなたがどう出るか、どうにもできないこと、バーン、思い出から一段落。そうですね、収穫予定があるっていう状況なんだけど、思い出から一段落。そうですね、今すぐ手には入らないってやつですね。行きましょう。じゃあこの考えても無駄なこと、そうですね、考えても無駄、まあしょうがないですね、淡々とこなすしかないですよ。じゃあ何が考えても無駄なことなのか、これですよ。うん、どの道決めなければいけない。そうですね、今すぐ決めなくてもいい状況ではあるんですけど、どの道決めなければいけないんです。でそれは収穫予定あると繋がってるんです。いいですか。これが10月のあなたです。でそのね、いつかは決めなければいけないという状況に対してあなたはどう出るか、これですよ。ドーン、参加できない、参加資格がない。これはもうあれですよ、いつかは決めなきゃいけないのは、参加資格がないっていうことを認めなきゃいけないということですね。こんな感じですね。うん、いきましょう。ではですね、考えればできること、いいですか。10月のあなた、考えればできることはこれです。いいですか。働く女性です。はい、働きましょうまあこれが状況ね、状況、働く女性、まあ、働く女性であることが状況です。それに対して自分はどう出るか、バーン、チーム解散。これはあれですね、お仕事ね、なくて、まあ、やがては就職しなきゃいけないんだけど、働かなきゃいけないんだけど、今参加資格がないとか、そういう状況なんですかね。まあ、そういう人もいますとかね、そんな感じです。じゃあ行きましょう。ここから先ですね、考えなくてもできること、そうですね、まあでも働いた方がいいですよ。これ行きましょう。これがまずここから入ります。バーン、うん、自慢できる戦利品ね、そう、戦利品を手に入れ、次の展開を待つ、ね、そういう感じですね。次の展開を待つ、まあまあね、まあ技術はあるんですよ、技術はあるんで、ね、それに対して次の展開待たなきゃいけない、まあ、それが収穫予定ありであったり、うん、そう、なんかいろいろあるんじゃないですか。でこの参加資格ないっていうのもいろいろ思うところがあるんじゃないですか。で最終的にこれ、このカードですね、うん、ドン、これですね、うん、どんなことしても相手を振り向かせたい女性。まあね、まあ、これね、ソニックさんのね、知り合いでね、なんかモルコのケースの人いますけど、まああれですよ、なんかね、まあ、やっぱ自分でやりたい仕事あるじゃないですか。やりたい仕事あるんですけど、なんかいまいち踏ん切りがつかない。ここですよ。まあでもね、これはもうしょうがないんじゃないですか。うん、そうですね。いやー、やりたい仕事、いつかは決めなきゃいけない。まあ、やるしかないじゃん。まあ、どっちとも取れるんですよ。なんかその、なんかやらなくてもいい仕事をやらないか、なんかやりたい仕事をやらないか。まあそんな感じですね。まあ何が問題となるか、これですよ。物事がどこから始まっているかっていうのが、期待できない保留。うん。ね、未来に期待ができないで保留しちゃう。だそれが問題。だからそこから物事が始まってて、それで10月のあなたは、とにかく思い出から一段落しちゃってて、で、まあ、なんか、あれだね。うん。考えなくてもできること結構大切なんだけど、次の展開を待つ。で、どうしても振り向かせたい。そこだけですよ、問題は。だから今始まってるのが、判断をね、放棄すること全体、判断を保留しちゃってんの。で、こっから保留してるところから始まって、他はですね、なんかこう、負けカードが続いてるんですけど、最後の考えなくてもできるっていうことは、なんか次の展開を待つ。でも、自分でどうしても振り向かせたい。そんな感じなんでね、これは、あれですよ、まあ、タイミングが分かったら動きましょう、こんな感じです、うん、まあ、タイミング来ますよ、これ、ね、まあ、それをタイミングは来ますけど、これはですよ、うまく動かないと、これはあれですね、手に入れたかったものはそれほど必要な方にまた繋がることありますからね、うん、こんな感じ。これはですね、まあ、10月のあなた、ね、1番目を選んだあなたはですね、これはしょうがないです。まだ勝ちパターン入ってません。基本的に今負けから入ってて、でこれ10月ひっくり返せるかどうかっていうところなんですけど、これはあれです、現時点でちょっと判断はつかないんで、これはもう踊ってください。ダンシングで、ダンス、ダンシング、ダンシング、そうですね、うん、よしと、そうなんですよ、ソニックさんこんな格好してますけど、ルートン寒いですよもう気温14度ぐらいですかね、室温が。もうそうそう、日本がさ、なんですか、日本に行くとか言って、もうこっちルートン朝16度ぐらいだったので、こうなんかスマホとかでさ、なんか日本の東京の気温どれくらいかなと思ったら29度だって、へっと思って一瞬なんか急遽短パンを荷物の中に入れましたけど、ずっと短パン生活でしたね、あと東京行った時は。まあ、
な感じですね。なんか、もうすっかりですよ、本当に。まあ、うちのリツ君はもうファーがね、あれなんで大丈夫ですけど。まあ、そんな感じですね。まあ、10月のあなた、まず一発目はですね、とにかく、まあ、あれですよ。変化の時なんじゃないですか。とにかくね、次の展開をね、待つ。そして自分の気持ちを強く持ちましょう。ね、そんな感じです。じゃあ二つ目行きましょう。ね、これがですね、はい、二つ目に向かって、うーって、はい、そうですよね。はい、そんな感じですね。二つ目。さあ、10月のあなた、NOW! そうですね。まあ、いろんなことがあります。いろんな悩みがありますけどですね。まあ、どうでしょうね。まあ、恋愛に限らず、ね、10月のあなた、NOW ですよね。恋愛に限らず仕事であったり、ね、こんな感じで、いろいろ出てきます。ちょっと。そうですね。まあ、いろんな人見ましたよ。日本にね、なんだ、結局、5泊6日？まあ、でもほら、飛行機の移動時間があるから、結局、なんか日付的には8日間ぐらい、あるかな、ルートを離れたのかな、なんかですね、イギリスを離れましたけども、まあね、日本ね、なんか、ね、随分刺身食べました。そうですね、なんか、そうだな、あとどうだろうな、なんかね、そばアレルギーだけど、そば食べました、ちゃんと。うどんは食べませんでしたね、相変わらず。うどん食べないな、食べる機会がないな。よし、行きましょう。2つ目ですね。ちょっと暴れたけど、まあいいかな。2つ目入りましょう。これがですね、まずですね、いいですか、切り開くナイフ。まずですね、どうにもできないことってあるじゃないですか。ね、10月のあなた、NOW、どうにもできないこと。これが置かれている現状です。どうにもできないことはですね、自分だけで納得して次へ行く。こういう状況です。状況が自分だけで納得して次へ行く状況。それに対してあなたがどう動くか。これです。いいですか？これはですね、相手に男性がいます。この男性はですね、あなたを悪い気持ちにさせません。だけども、基本的には煙巻くというか、この人期待してもダメです。期待してもダメなんですけど、この人とっても、なんか、リップサービス上手なんで、あなたは期待してしまいます。でも、それに対してね、納得して次行かなきゃいけないんですけど、こういう男は切りにくいです。行きましょう。そんな切りにくい男に対して考えても無駄なこと。これはですね、審判。判決を受け入れた新しい生活。これが状況なんです。本当はあなたは判決を受け入れて、自分の中だけで納得して、この人と関わりなく行かなきゃいけないんだけど、この人こういうタイプだから、まあそれなりのカードが出ると思いますよ。行きましょう。いいですか。考えても無駄なことで、あなたは判決を受け入れて新生活。それに対して、どう出たらいいのか。これですよ。ね。考え方の違いから安全な、方向に動く。これはあれですよ。ね。あなたは納得してね、あれですよ。安全な方向に動けばいいんですよ。動けばいいんで。ただ問題は、こいつ、この聖杯の王様逆。これはですね、あなたを邪魔する。さあ、それから逃げられるか。10月のあなた。行きましょう。はい、ドン。これはですね、考えればできること。考えればできることはですね、あれですよ。やる気が起きない。それなりの未来しか見えないので、やる気が起きない。まあ、この男に対してね。で、それに対してあなたが考えればできること。これですよ。バーン。構ってもらえる段階。一回こう、親しくなっちゃったから構ってもらえる。もしくはもう出会ったばっかり、これから構ってもらえる。ね、そういう段階に行く。難しいですね。これはですね。安全な方向に行かなきゃいけないんですけどね。じゃあ行きましょう。最後ですね、考えなくてもできること。これです。バーン。これですね、選べる厄介者。まあ、この男性がね、もうあなたを煙に巻いてしまう。そうですよ。これが選べる厄介者。他に女性がいます。あなただけではないです。ね。まあ、他に相手がいます。まあ、これ仕事だったら、あれですよ。なんか、いや、君のキャリアがあれば、もうなんか全然ウェルカムだよとか言ってるけど、取らないですよ、この男は。で、この男はあれですよ。他にも、なんか選べる、あれですからね。リクルートスーツの女の子の中からいい子を選びますからね、こういう人は。まあ、そんな感じですね。まあ、これがもし就職カードだったら、あれですよ。人事担当者はなかなかクセモンですよ。はい。まあ、そんな感じですね。まあもう純粋に恋愛だったら、まあこの男は、ちょっとめんどくせえやつです。でも何がめんどくさいかって、一番めんどくさいのは、人を気持ちよくさせるやつが一番めんどくさいです。はい。人を気持ちよくさせるくせに大嘘つくやつが一番めんどくさいですからね。まあ、皆さんも注意してくださいね。はい、行きましょう。そんな感じでですね、それで、考えなくてもできること、いいですか？これはですね、あなたがね、まあ向こうはですね、選べる厄介者です。あなた以外の選べます。それに対してあなたはどう出るか。バーン、契約できない。そうですね、10月のあなた、いいですか。まあ一つはね、就職展開だったら契約しなくていいです、これは。でまあもしね、男性
的な問題だったら、これはもうあのこのね最後の考えなくてもできることね、あの相手はもうやっぱ他にいるんで、あなた契約しない、これでなんかスパンとね納得して次へ行けばいいです。どうにもできないことでやっぱこのとこうまいんですよ。だからこれに関わりなんかね引きずられないようにしないといけません。うん、だからこの人と相談したら、まあまあまあ、ないじゃあやっぱ本当に僕は君しかいないんだよとか、そう、うん、君ともっとさ早く出会いたかったとか、そのことを言ったりするかもしれませんからね。まあどっから物事が始まってるか、これですよ。とりあえず幸せになりたいので適当に約束する、これ問題ですね。問題です。だってとりあえず幸せになりたいっていうところで、とりあえず幸せにさせる達人ですから、この人は。いまあそういうところですね。ねソニックさんとタロットさんチームね、2を選んだあなたはこれはあれですよ、お別れ選ぶのがいいですよ。この男はですね、あんまりいい男じゃないですからね。そんな感じですね。3、2、1、みです。なんだみですよ、み。そうですね。リッツくんはね、やっぱにゃーにゃー言いますね。にゃーにゃーっていうか、なんだろう、くーんみたいな、なんか、そうですね。切ないっすよ、あの、リッツくんの泣き声は。なんかそんな声で泣かれたら、なんかお願い聞いちゃうよ、みたいな感じですよ、本当に。行きましょう、そんなところですね。で、まあ、ね、うん。そうですね。もうね、まあ、プレスコット君がね、なんかよくわかんないけど、ミってやりますからね。あれは何でしょうね。なかなかミっていう猫をあんまり他に知らないんですけど、あれはとてもなんかいい感じでしたね。行きましょう。じゃあね、3つ目に向かって。はい、そうです、そうです。そうですね。はい、じゃあ3つ目ですな。まあね、この10月のあなた、ね、なんですよ。そうですね。まあね、まあ、なんかね、そうですよ。まあ、池袋でさ、まあ、その、ソニックさんあれで池袋のアポホテル泊まったんだけどさ、まあ、それで、うちのね、あの、キャンディ姉さん、ね、姉が遊びに来るとかさ、夜、なんか、夜の、あの、なんか、夕方もう夜9時ぐらいに電話あってさ、電話っていうか、その、メッセンジャー、ね、あの、たまたま見てたら、もしたら、なんか、今から会えるとか言って、ああ、全然、今、なんかもうアポホテル戻って、なんか一人誰も相手してくんねえから、一人いるよ、みたいなこと言ってたら、したら、なんか9時50分に池袋到着するからとか言って、でもそれで2人で居酒屋行って、そう、でなんかもう刺身食べて、でその後うちの姉と話してて、まあ姉もなんか盛り上がっちゃったもんだから、いやもうこれいいやと思うの、あのアパホテルはちょっと2人で泊まれるから、ちゃんとなんか一人部屋じゃなくて、ちゃんとなんかね、あれですか、泊まれるから、まあ泊まる手入れ、ちょっと要は遊ぼうぜって、そのままあれ2人カラオケ行きました。すごいですよ。それさ、2人で歌ってるけどさ、このうちの姉もさ、エレクトーンやってたからさ、割とこうハモリとかをさ、こう譜面で換算してこうパーンと当てれるけど、ソニックさんメロディーに沿ったとこしかできないから、なんかソニックさんが高いパート歌って、でうちの姉がハモリパートで低めを歌うんだけど、なんか阿佐ヶ谷姉妹みたいになってるな。阿佐ヶ谷姉妹のユキサオリとなんとかみたいなのあるじゃん。なんかあんな感じになっちゃってるさ。面白かったよ。あ、ね、うん、そう、ね、まあ、そうですね、うん、まあそんな感じですね。じゃあ3つ目いきましょうですね。まあ、切り開くナイフね、まあ10月 NOW、 そうですね、10月 NOW ですよ。おいしょっとね、まあ10月、まあねソニックさんもですね、9月はね、いろいろありましたっていうか、もうダメだね、いろいろあったっていうかさ、もうリッツくんね来ちゃったからね、もうあれで完全になんかノックアウトされちゃってるね。なんかもうすごいね、ほんと可愛いね、この子は。いやー、でもね、あれはね、ブリーダーさんでね、もうスタートダッシュ違うからね。ほらだってさ、なんかね、結構こう虐げられてる猫さ、なんか引き受けて、なんか引き取ってもさ、そっからこう慣れてくれるまでって考えたらなかなか大変だからね。もう行きましょう。じゃあこれなんですね。どうにもできないこと。10月のあなた、なう。そうですね。まあ、でもあれですよ。なんかね、考えるよりも動けた時もあるし、考えなきゃいけない時もあります。さあ、あなたはどうでしょう。3。3つ目はですね、これです。いいか、どうにもできないこと。どうにもできないことですね。うん、金貨の9ですね。金貨の9はですね、あなたはですね、悠々自適に暮らす女性です。これがあなたの置かれている状況です。いいですか？置かれている状況は、問題ないですよ。で、それに対してですね、あなたはどう出るか。バーン、これですね。魔術師。うん、これはですね、技術を正しく使う。あなたはですね、もう自分で今、スタンドしてます。ちゃんと一人で立ってるんで、もうここから、ぶれないでください。そこから10月、あなた始めましょう。さあ、ここからですね、もう、あれですよね、なんか、簡単なゴールが見えるのか、複雑なゴールが見えるのか、どこに向かうのか、考えても無駄なこと。これがですね、バーン、うん、チームメイト、関係の浅い間から、そうですね、まあ、うん、なんか、うん、あなたは淡々としていればいいってことですよ。なんか、チームメイト。何かしら相手がいるんです。相手がいるんですけど、まあ、その人とはそんなに深い関係ではないです。で、それに対してどう出るか。ね、バーン。これですよ。自分がチヤホヤされる立場なので動く必要がない。
そうですね。ソニックさん淡々と言ってますけど、ソニックさん解釈、78枚、もう YouTube でフルオープンしてるんで、興味ある方はちゃんとメモってみてくださいね。こんな感じでですね。世界に広がれ、ソニック門下生、そんな感じですね。まあ、いいことだと思いますよ。ね、ソニックさんが、うちの姉が言うんですよ。まあ、本当に、いや、あなたが出てくるまで、タロットさんっていう存在を、なんか、語ってた人誰もいないの。だから、あなた、今は YouTube とか見れば、タロットさんがこう言ってますとかいう人がいっぱいいるんだけど、もう、私は本当になんか占い動画いっぱい見てるけど、弟ね、もうそうそう、ね、こうちゃん。そうそう、こうちゃんね、そうそう、初めてなのよ、初めてなの。あなた、本当にタロットさんっていうのを初めてこう表現したのが、ね、あなたなのよ、とか、そうそう、私はそれを知ってるからね、そういう、ね、姉と弟の愛ですよ。なんでしょうね。次行きましょうね。ここからですね、考えればできること。考えればできることはですね、いいですか？10月の3を選んだ。これがですね、置かれてる状況。考えればできる。これはですね、小さな幸せを選んで関係の進展は停止。そうなんですよ。あなたはですね、関係の浅い間柄の誰かがいるんです。で、それに対してチヤホヤされるんです。だけど、自分で自立してますし、できることしかできません。なのでですね、小さな幸せを選んで関係の進展は停止。こういう状況です。さあ、それに対してあなたはどう出るか。10月、バーン、リセットの必要はない。まあ確かにね、リセットの必要はないんですよ。リセットの必要はないんですけど、そのポイントがあるんです。ポイントは、自分にできることしかできないっていうことと、まあ関係浅い間柄っていうところで、これで考えてください。小さな幸せを選んでください。そしてリセットの必要はないです。見えてきましたね、10月のあなた。じゃあですね、ここから先ですね、考えなくてもできること。これです。バーン。これはですね、手に入らない生理品っていうカードなんですけど、これはですね、欲しかったものはそれほど必要ではなかった。いいですか？こんな感じですね。はい、まあこんな感じです。淡々とバーンと言ってますけど、タルトのね、昔は、ほんとね、この前、日本行く前まではですね、なんかこう、なんか、ね、棒の、なんか、ね、6の逆位置とかに説明したけどね、もういいです。もういいです。ソニックさんも、勉強してください。もしくはもう、ソニックさんの、ただ、簡単な説明で、納得してください。こんな感じですね。行きましょう。そんな感じですね。手に入らない製品、いいですか？考えなくてもできること。考えなくてもできること。ことは欲しかったものはそれほど必要ではなかった。だからあなたは自分自身でいられるし、まあ、関係浅い間からいられる。チヤホヤされるから迷った時期もある。だけどいいの。あなた別に考えたら必要がない。それに対してあなたがどう出るか。バーン。これですよね。仕事だけ頑張る。仕事的に頑張ります。いいですか？10月のあなた。ね。あなたをですね、自分にできることしかできません。で、なんか、構ってくれちゃう人がいます。だけど、まずはね、リセットの必要はないんですけど、まあ、小さな幸せを選んで、それ以上は進みません。で、最終的にはですね、まあ、そんな相手は別にあんまいらないんで、仕事だけ頑張ります。でも、チヤホヤされるから、まあ、その楽しくやります。これが10月のあなたです。いきましょう。じゃあですね、物事がどっから始まってるか。これですよ。いいですか？バーン。敗北確定で関係はそのまま。だからそのままでいいんですよ。これは。ね。そのままでいい。これはですね、まあそのままでいいっていいからね。なんか別にダンシングって感じでもあるんですけど、もうソニックさん的にはね、これ自分で多分納得してると思うところからね。これもいいですよ。ソニックフラッシュ。ね、こんな感じですよ。10月のあなた、にゃーなぶですよね。まあね、こんなとこですけどね。おっと、リッツくん、起きちゃう？あ、リッツくん起きちゃったね。ですね。リッツくん、ちょっと動画映るからみんな待ってっからね。おいちゃん、ね、リッツくんです。リッツくんだよ。ね、リッツくんだよ。ね、こっち側の画面にするかい？ね、おいちゃん、ね、みんなさ、もふもふしてますね。かわいい。すまんの、リッツくん、ありがとうな。おいしょおいしょ。ね、こんな感じです。よいちょ。あ、そこにいるの？ありがとう。おいしょおいしょおいしょ。ね、じゃあ、ツアルで、次は4つ目ですね。4つ目。はい、4つ目に向かって、おいしょ。はい、そうですね。そうですね。いよいよ後半戦、4つ目いきましょう。ね、いいですね。リッツかわいいなぁ。お前は本当にね。本当に。いやぁ、世の中にこんなかわいいもんがいるんですよ。本当に。はいはいはい。ね、あ、足元行ってくれんの？うわ、超嬉しい。あれですよ。なんか2チャンネルで言うとこの、電車で横に女子高生が座ってくれた時が嬉しいぐらいの、ああいうやつですよ。なんでしょうね。本当に。まあ、4つ目行きましょう。4つ目ですね。そうですね。まさかのサプライズリッツ君来ました。ね。ですね。でもね、あれなのよ、本当に。なんか、ほら、
ね、猫さもらって引き取ってさ4ヶ月目だったからさ、あれなんだよ、あの1週間にまあね、まあ、あの合わなかったけどさ、ちょっと大きくなってたあ、見てわかる、ちょっと大きくなってると思って。そうなんですよね、はい、ね、かわいい、かわいいですよね。はい、行きましょう。おっと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 ね、なんか今日暴れますね、タルト。みんなシリアスなんじゃないですか、状況が。じゃあ4ですね、4つ目を選んだあなた、4つ目選んだあなたはですね、まずですね、いいですか、切り開くナイフ、10月のあたり、 Now 行きましょう。どうにもできないこと、どうにもできないことはこれです。困りましたね、10月。どうにもできないことはですね、間違った行動、これが現状です。間違った行動なんでね、もう10月ね、捨てにかかっていいですよ。あの、10月もう何もうまくいきません。うまくいきませんっていうか、やろうとしてることは間違ってるんで、なんか10月はですね、ちょっと何もしないでください。うん。俺が一番いいことです。ね。行きましょう。じゃあですね、とにかくやろうとしてること間違ってますんで、やめましょう。行きましょう。じゃあこれがですね、どうにもできないこと。間違った行動から始まってます。それに対してあなたはこうしましょう。ドーン。困りましたね。間違った行動にもかかわらず、あなたは、まあ、あの、余計なものを抱え込んでしまいます。うん、これはですね、抱え込んでしまいますね。棒の銃はね、仕事が大変なんですよ。だけどさらにその間違った行動を抱え込んでしまうことになります。いきましょう。じゃあこれは注意した方がいいですよ。じゃあこれですね、考えても無駄なこと、ダーン。これですね、すでに関係はね、変化しないところに行っちゃってる。うん、変化ないんです。変化ないんで、それ以上抱えたところで変化ないんです。そういう状況なんです。で、あなたはどう出るか、バーン。新しくないね、したね、楽しくない。楽しくない新しい環境を受け入れる。これがですね、あなたが考えても無駄。ね。楽しくないですよ。もっと先行きたかった。あなたはね。だけど、ね、これは先へ進むことができません。楽しくない環境を受け入れる。じゃあこれが考えればできること。考えればできることはですね、これです。聖杯の5が逆位置なんですけど、これはあれなんですよ。判断保留で関係はそのまま。そうですね。そのままのカードなんですよ。そのままのカードなんですよ。いいですか？それ以上に行きたかったんですよ、あなたは。だからそれがちょっとやばいんですよ。で、まあ、うん、行きましょう。で、これでですね、考えればできる。そうね、うん。考えればできることが、まあそのね、判断保留。それに対してどうするか。バーン！終わったことを譲れない女性。ここが問題なんですよ。いいですか？11月のあなたはですね、終わったことを戻せない。だから、あの夏の日がなかったら、みたいな、夏にやっちゃったら、もうどうしてもなんか別れるとは言わせないみたいになっちゃってるとやばいっす。うん、これはですね、もしなんかそういうね、そういう恋愛沙汰でなんか問題があったら、これはもう諦めてください。大したことじゃないって、それは。行きましょう。じゃあこれはですね、考えなくてもできること。バーン。考えなくてもできることはですね、これです。うん。有利なポジションでの戦い。お仕事では有利ですね。はい。行きましょう。それに対してあなたがどう出るか。バーン。これですよね。正義が逆位置。これはですね、天秤持ってるでしょ？天秤乗らないから、自分から手放す。そうですね、自分から手放す、うん、だからね、仕事で余計なものを抱えちゃう。でもそれ間違った行動だから、仕事で、手放していいです。あなた断っていい、断れることできるんで、はい、もう考えなくてもいいけど、断ることできるんで、過去の影響があって何かしらに、なんか取り戻したいとか失いたくないとかあるかもしれないけど、大丈夫です。捨てちゃってください。10月はあなた捨てることが正しい選択ですね。の感じ。じゃあどっから物事が始まってるかっていうと、これです。ドン。はい。まあね、男性のカード出ました。これはですね、長期的なプランで考える男性です。まあこの長期的なプランで考える男性というのはですね、あなたがね、もうそいつに固執してることを分かってるんで、まあほっといても大丈夫だろうってほってかれます。でもほっとかれますけど、あなたはこの人を切り捨てていいです。うん。ね、仕事で有利なんで。うん。そんな感じですね。あなたはですね、今回の占いをね、見たことによって、10月のあなたのナウはですね、あなたはですね、自分で選んでいいです。抱え込んではいけません。ね、抱え込まずに、スルーしてください。ね、それが大切です。な、それをね、持ってして、うん、ソニーフライ、うん、攻撃につなげる、うん、そうです、うん、そうです。これは良かったですね。うん、何が良かったかっていうと、そのままだと、仕事やっちゃうことになってます。ね、仕事やっちゃうことになるけど、仕事やんなくていいです。だから、男性問題があったら、男性問題抱え込まなくていいです。捨てちゃってください。うっちゃり。ね。うっちゃってください。こんな感じですね。じゃあ、5つ目行きましょう。5つ目。ね、そうですね。5つ目。ね、よし、行きましょう。じゃあ、5つ目に向かって、でよいしょ、よいしょ。そうですね。うん。まあまあまあ。そうね。そうね。まあまあまあね。こんな感じですね。でもあれだね。なんかこう、ね。なんか、金貨の5とか、なんか説明しないと楽だね。
そうですね、まあね、うん、まあでも、まあね、もうカードの意味解放してるからね、学びたい人はね、もうソニックさんね、まあ、78枚解説動画で学んでください、本当にね。あれがですね、もう、あれなんかね、やがて、うん、10年経ってもあの動画は回り続けますよ。そうですよね。はいはいはい、ね。OK、行きましょう。おいしょっと。さあ、行ってみよう。はい、ですな、まあ、10月のあなた、ナウ、タロット6択。そうですね、まあ、ソニックさんもですね、解釈はですね、解放しましたけどですね、やっぱ経験違いますからね、うん、なんだかんだ言って、まあ、スプレッドの多様性、そして深紙とか、まあ、いろいろありますんでですね、まあ、あれですよ、なんかね、うん、皆さん、ココナラで占いやってますから、もしお困りの時はですね、ココナラ来てください。行きましょう。それではですね、うん、これですわ、5つ目、いいですか、これがですね、10月7日、NOW! NOW ですね。はい、これです。行きますよ。これがですね、まず、どうにもできないこと。これが置かれている状況です。どうにもできないことはですね、うん、これから構ってもらえる段階。ですか、これから構ってもらえる段階なんですよ。うん、ここからスタートの手前なんです。構ってもらえる段階で、それに対してあなたがどう出るか、バーン、判決を受け入れ新生活。そうですね、あなたはですね、まあ、なんか新生活を始めなきゃいけません。まあこれなんでしょうね、まあ、うちの妻なんかこんな感じですよ。なんか本当、なんかまだビザ申請してないんですよ。だけどもう結婚しててイギリスに住む絶対決まってるじゃないですか。あ、もうここから構ってもらう段階ですよ。もうここからいろいろやんなきゃいけないことがあります。行きましょう。じゃあこれですね、考えても無駄なこと、いいですか、考えても無駄なことに対して置かれてる現状、これですよ。うん、これはですね、まあ、棒の8が逆、仕事が優先するので立場が悪い、ね、そういう状況です。それに対してあなたはどう出るか、ドーン、これですよね、お互いに納得の上で次のステージへ進む。そうですね、まあ、しょうがないです、判決受け入れるし、もうこれでも次行くしかない。なんかルールに従ってターンターンターン、これがあなたに課せられた、ね、10月のあなた、行きましょう。じゃあこれがね、考えればできることこれですよね、選べる厄介も向こうはですね、あなた以外の人がいます、うん、君だけじゃないんだよ、君だけじゃなくて、僕とは誰でもあれなんだよ、合格していればもうルールに沿って言ってればいいんだよ、そういう感じですね。それに対してあなたはどう出るか、バーン、これですね、うん、早急に決断しなければいけないので覚悟が必要、うん、覚悟は必要と、ね、いきましょう、ね、まあそれですね。ではここから先ですよ、10月のあなた、 NOW、 これがですね、最後ですね、考えなくてもできること、ダーン、これ収穫待ち、収穫予定あり。そうですね、まあ収穫予定はあるんですよ。だから自分で動かないといけないんですよ、ね、判決受けて新生活しなきゃいけないからね、動きましょうね、収穫予定はあります。それに対して10月のあなた、 NOW、ダーン、これですよ、聖杯の王様。これはですね、損得感情でですね、そろばん族で自分に利益があることを選ぶ男性が絡んでます。まあそんな感じでですね、うん、まあいろんな状況があると思いますけど、このカード展開からですね、あなたがね、やるべきことはですね、まあ収穫予定があることに対してですね、もう次のステージに行かなきゃいけないんです。まあちょっと腰は重いですけどね、もうどうにもできないことなんでね、ここから開始する前ですね、ね、判決受け入れてちょっと先へ進みましょうね。こんな感じです。物事がどっから始まってるか、これですよ、バーン、これですね、学べることがなくなったので卒業。そうですね、卒業ですね、しょうがないですよ。なんか次のステージに行きましょうね、これです。なんかね、多分ね、うん、まあ、言い訳する理由があるから先延ばしになってるんだよね。だけどもう動かなきゃいけないですよ、動かなきゃいけないですね。こんな感じですね、動く準備に入りましょうね。この5を選んだけどね、動く準備に入るということで、そうだね、動く準備に入ろう、ダンス、動く準備、はい、まあそんな感じですね。はい、じゃあいよいよですね、6つ目ですね。もうこれね、もう淡々とやるけど、やっぱあれですね、ブランクあるんでね、まあ、今日なんであれですよ、ね、うん、ね、作り置き動画にしたかというとですね、まあちょっとね、タロットライブ以外はやっぱ作り置き動画の方がいいかななんて思ってですね、ちょっと考えているところです。はい、行きましょう。それではですね、まあまあまあね、そうですね、はい、まあね、いいんじゃないですか。だって、ライブ動画にするとさ、まあ、YouTube のおすすめに引っかかんないからさ、占い動画って。そうですよ。だからタロットライブはね、タロットライブでね、ソニックさんね、ガッツリやっていきたいんでね、そんな感じですね。まあ、行きましょう。じゃあですね、まあ、10月のあなた、ナウ、タロット6択。そうですね。よいしょっと。ね、10月のあなた、ナウ、ナウですか。行きましょう。じゃあ6つ目です。ね、タロットさんも手のひらの中でね、いいよ、ソニックいいよって感じですね。行きましょう。6つ目です。ソニックさんです。
はい、あの話ですね。行きましょう。じゃあこれがですね、まあ、あのタロットさんがもうね、もう重々切らなくていいってっていうところなんでね、行きましょう。だからどうにもできないこと、6を選んだあなた、どうにもできないことの現状、これです。どうにもできないことはまずですね、思い出から一段落、ここから物事が始まるんですよ。まあ、それに対してですね、こうしましょう。あなたはこう動く、バーンですね。もう現状と対策なんですよ。まあね、対策、期待できる人間関係、こっから期待できるよ、ね、思い出から一段落したけど、こっからね、なんかもう一発いくよ、いきましょう。それに対してですね、考えても無駄なこと、バーン、これですよね。うん、これはですね、小さな幸せを選んで、あれですよ、あれなんですよ、小さな幸せを選んでっていうか、とりあえず幸せになりたい。とりあえず幸せになりたいので、適当に約束する。そうですね。あるじゃないですか、そういう状況。本当このカードがね、出た時に、あるよな、そういうことって。なんか、とりあえず幸せになりたいってさ、言葉で言われると納得なんだけどさ、自分が、なんか、ぼーっとしてると分かんないんだよな。結構、それ言う時はね、まあ、どっちか分かんない。まあ、分かんないことが多いよ。だからタロットに聞こうよ。行きましょう。いいですか？置かれてる状況で、考えても無駄なこと。あなたはとりあえず幸せになりたい。それに対してどう出るか。ダーン！冷静に残務処理する。いいですか？置かれてる状況と対策。あなたは対策として、ね、新しい方向に期待できる方向に進む。で、これはですね、冷静に残務処理。うん。置かれてる状況は、とりあえず幸せになりたいから適当に約束するんだけど、あなたがするべきことは、冷静に残務処理をする。いいですか？いきましょう。こっから先ですね、考えれば、ね、できること。ね、考えればできることはこれです。うん。ですね、女司祭が出ましたね。これはですね、前向きに検討するけれどもね、未来が見えないので動けないですね。これが状況です。ね、考えればできること。ね、未来が動くね、考えると動けない。まあ動けないからね、ちょっとこう、なんつうの、なんか仲良くしちゃう。とりあえず幸せになりたい。ね、こう微妙なところですよ。これ、ダブルバインですよ。ね、矛盾。うん、さあ矛と盾どっちが勝つかな、いきましょう。まあ、そんな感じですね。まあ、ちょっとね、守りに入っちゃってますね。守りに入ってるところですね。考えればできること、考えればできることはこれですよね。社会のルールの外側、そうですね。あなたがね、やろうとしている、とりあえず幸せになりたいことはですね、社会のルールの外側なんです。まあ、だからやっぱこれはですね、冷静に残務処理に向かった方がいいんですよ。いきましょう。じゃあ最後ですね、10月、ね、考えなくてもできること、これです。考えなくてもできることね、もう火を見るより明らかなことはこれですね。男性がね、男性がいます。男性はこれはですね、あなたが男性を好きだから、別に男性として別にそんな頑張る必要はない。これがもう明らか、考えなくてもできる明らかなこと。それに対してあなたがどう出るかですよね。いきましょう。ドーン、これですね。うん、金貨の2が逆位置、ゴタゴタしてるところから落ち着く。でも落ち着く方向は冷静に残務処理と、あれなんですよ、社会のルールの外側で期待できる人間関係に持っていくのが正しいんですよ。うん、だから10月のあなたは、うん、まあキーがね、いくつかある、キーがいくつかあるんだけど、とりあえず幸せになりたいっていうのの幸せを、残務処理に持っていかなきゃいけない。これはですね、10月のあなたのすることですよ。いきましょう。それに対してね、一体物事がどっから始まってるのか、これですね、ギブアンドテイク、これはですね、まあ、いわゆる浮気カードなんですよね。あなたにも家庭があるし、私にも家庭があるし、持ちつ持たれつ、そういう持ちつ持たれつなんですけど、うん。まあ、これはですね、足元固まるっていうのが、浮気に行くんじゃないんです。これ、なんでかっていうと、展開によってはそういうことがあるんですけど、今回の足元を固めるのは、思い出からもう一段落っていうことで、仲の良い人間関係に向かって清算して一段落してください。これが10月にあなたがやるね、やるべき流れですね。そんな感じですね。10月のあなた。まあ、お別れっていうか、ね、本来の、なんかやるべきね、ところに行きましょう。行きましょうってところですね。そんな感じです。まあ、これもね、ソニーフラッシュでいいかな、これは。うん、もう引きずんなくていいよ。とりあえず幸せ になりたいよりも、ちゃんとした幸せ探しましょう。そんな感じですね。ちゃんと幸せに向かって、ソニーフラッシュ。6でしたね、6。まあまあ、そんな感じですよね。いろいろあるじゃないですかね。はいはい。まあ、ソニックさんもですね、もうこの動画でね、まあ、これね、もう作り終えたら、また、あれですよ、リツくんとね、もう遊ばなきゃいけませんですね。だいたい、ね、かわいい、かわいい猫なんて、あんなのあれですね、猫が嫌がるぐらい可愛がって、初めて可愛くなりますからね、あれはですね。はい、行きましょう。そんな感じですね。ボン、ソニックさんですね。まだ終わりじゃないですよ。終わりじゃない、終わりじゃない。ということは、てっ、レッツゴー。
よ。そうですね、まあ魚眼ちゃん3択ですけどね。いやしかしですね、まああれですね、まあ池袋ね、まあ、あの行ってきんで、まあね、アパホテル泊まってましたけど、あれですね、なんかこうなんかコンビニも、居酒屋 もう日本人の店員全然いませんね。なんか本当に、あれフットボールパブ、フットボールパブだけですよ、日本人が全員従業員だったの。本当に、そうですね、そういうところなんじゃないですかね。言いましょう。はいはいはい。ではですな、うん、なんかね、なんかネパール人多かったな、ネパール人多かった。そのが多分コンビニで働いてるお兄さんもネパールの方だったな。もうですね、よいしょ、行きましょう行きましょう。はいはいはい。まあね、10月のあなたなあ、タロットの2択。まあまあ最後は魚眼ちゃんですね。魚眼ちゃんタイム。魚眼ちゃんは1、2、3回選ぶ。あのね、やっぱね、1日の最後はですね、タロットに気持ちよく終わろうって話ですよね。行きましょう。1、2、3。そうですね、これが魚眼ちゃん、魚眼ちゃんってやつですよね。初めてね、動画見る人ね、まあ、あの何のことか分かんないですけどね、あの魚眼ちゃんというのはですね、あのなんかカードでいるんですけど、ね、出てくると嬉しいわけじゃないですよ。魚眼ちゃんちょっと特殊なカードでね。じゃあ1、2、3いいですか。左から1、これが2ですね、真ん中2で、これが3、右がね。じゃあ行きましょう。1、1、2、3、どれか選んですよね。1を選んだあなたはドン。これですね、うん、これはですね、あれ高麗人参、高麗人参、悪魔の味。そうなんです。これはね、悪魔のカードなんですね。悪魔のカードはですね、欲望に身を任せる。まあね、必ずしもね、欲望に身を任すっていうのはね、悪いことじゃないんです。うん。うん、そう。なんか人間の本質の一つですからね。まあ欲望に身を任すのはいいんですけど、ずっとそこにいっちゃいけませんよ。まあその、ちょっとだけつまみ食いならいいんです。つまみ食いでやめときましょう。ね、欲望に身を任す。そんな状況です。行きましょう。じゃあですね、二つ目です。ドン。二つ目はですね、これはね、棒の5ですね。棒の5。そうですね、棒の5はですね、まあ間違えると嫌なんで、ちょっと待ってくださいね、ソニックさん。ソニックさん、そうですね、ソニックボン。そうですな、棒の5、よし、ちょっと、そうですね、棒の5はですね、タスクに参加する、お仕事に参加するってやつですよ。まあ、これは、ね、カードが出たときはですね、お仕事だけ頑張りましょう。まあ、他のことやってもですね、あんまり見入りないっすよ。な感じでですね、まあ、棒の5が出ましたんで、あなたですね、まあ、今はお仕事に打ち込みましょう。ね、な感じで。じゃあ、最後ですね、3つ目やるんだったら何でしょう。これはあれじゃないですか、ラバーズですね。これはですね、恋人たちのカード、まあ、恋人たちのカードですね。まあタロット占いはですね、やっぱ恋人たちのカードで、まあ、恋愛成就であるんですけど、恋愛成就って簡単に片付けると全部うまくいっちゃうような気がするんじゃない。でもね、ソニックさんずっと観察してたわけですよ、タロットをね。だけどね、必ずしも愛の成就じゃなくて別れる時もある。でも別れるにしてもパターンがちょっと違うんですよ。何が恋人たちのカードか。恋人たちのカードはお互いに認め合った上で次のステージに行く。まあ、時として次のステージがこうなっちゃうかもしれないんだけど、とりあえずお互いに認め合った上で、これが愛の成就。いいですか？そんな感じですね。まあ、何かしらパートナーがいるかもしれません。で、お互いにね、納得して次へ向かいましょう。そんな感じです。うん。はいはいはい。まあね、ね、これが魚眼ちゃんでしたね。はい。まあ、そんな感じですね。今日もね、ソニックさんですけどね。まあ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 、そうですね。なんかあれが広告出てねえぞ、広告。広告がどれだ？まあいいかな。まあまあまあ、こっちかな。あ、こっちやな。そうですね。ここまで占いやってますね。ソニックさん、まあ、単なるね、タロット占い師でなく、まあね、経験と、なんか、あれですね、実績、なんか、あれですけどね、まあ、まあ、日本行って戻ってきてね、パワーアップしました。お刺身いっぱい食べました。サザエ、あれですよ、サザエをですね、まあ、蒸したやつと焼いたやつ、両方食べましたね、2日に分けて。あんなことやってましたけどね。あとは、まあ、タロットライブね、日曜日と水曜日はね、タロットライブですね、ソニックさんがですね、ガチ占いをですね、ちゃんとその場で、その場で占います。本当に実力がないとそんなことを週に2回も2年ぐらい続けてますけど、そんなこと普通はできません。はい、そんな普通にできないことをいや淡々とやってます。そんな感じですね。タロットライブね、楽しみにしてください。そんな感じですな。まああとはどうでしょうね。まああとはね、もうちょっとね、ソニックさんがね、なんか優しい言葉をかけれたらいいんですけど、なかなかね、どうなんでしょうね、わかんないよ。ここから、ね、猫飼い始めてなんか優しい男になるかもしれないんでね。あれですけどね、そうそう、猫といえばですね、なんかリッツ君は猫さん、これ新しいチャンネル名ですね。リッツくんは猫さんというチャンネルを始めましてですね、猫動画でね、猫好きはですね、ちょっとソニックさんのね、とこのリッツくんね、応援してあげてください。早くリッツくんが自分の力で餌代を稼げるようになる日をソニックさんは楽しみにしてます。こんな感じですね。はい、まあとりあえずね、今日はここまでなんでね、じゃあ今日はですね、あれですね、なんかザ・ブルーハーツのね、名曲でお別れしましょう。はいはいはい。レストランに行きたい。明日どこかの交差点で
ちゃうかも。レストラン、レストラン、レストランに行きたい。まあまあ、本来はね、カツ丼、冷ややっことかいろいろあるんですけどね。まあ、これいい歌ですね。そんな感じです。またすぐにお会いしましょう。See you! Ciao!